配車サービスをしておりまして、よろしければこちら牧野ハンの新茶なんですけれども、ご賞味ください。ありがとうございます。お湯の目の中にお湯を入れます。7分目から8分目までお湯を注ぎます。湯の目を温める意味とお湯の量を測る両方の意味がありますので、1つ器を移すごとに10度ぐらい下がりますので、持ってみてちょっと熱いなぐらいがちょうどいいです。そしたら4、3、2、1と入れて、1往復半か2往復ぐらいするように入れると色が均等になります。で、この最後の一滴が美味しいですので、この美味しいところを全部に入れてあげてください。牧野原市といったらお茶ですので、その点覚えていただく意味とあと、おもてなしの気持ち、お客様に接する接遇の研修を兼ねて、新規職員にやっていただくようにお願いしました。すごいいい香りがして美味しい、うん、やっぱり新茶ですか。ふるさとの味の匂い味と香りが味わえてよかったです。なんかこう注意されてるところあるんですか。そうです、やっぱお湯の温度が、ね、高いと香りが死んでしまうので、そこを温度下げる、温度調整はかなり気を使ってます。タイミングとかも難しいですし、でも美味しいって言ってもらった時がすごく嬉しいです。はい、タイミングって難しい。なんで。そうですね、なんか今ここでお茶を出したら邪魔になってしまうんじゃないかなとか、そうちょっと、もしくはお茶が好きとは限らないかもしれないとか、いろいろ考えてしまうと、この方にどのタイミングでお茶をお出ししようかっていうのがちょっとなかなか個人的にですけど難しかったりします。はい。